フィルドルフさんありがたいですね。<laughs> さあ時刻は十一時を回りました。お届けしている番組は微妙なまだま、ね。おおではいは B.C. スポーツさんですね。いいすねはい。はい ズーズーワンダーランドの時間ですこの番組は沖縄子どもの国に関する旬な情報をお届けいたしますリスナーの皆様からの沖縄子どもの国に関するご意見、疑問、動物たちの面白い情報もお待ちしておりますメールアドレスは 761-fmcoza.jp 761-fmcoza.jp でございます また FM コ座,座のホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみくださいツイキャスも連動してますので皆様からのたくさんのコメントお待ちしておりますさあ「ズズワンダーランドこの時間は公益財団法人沖縄子どもの国の提供でお送りいたします今週のお相手は FM コ座のユミと子どもの国の大君とはいお長です わっしょ。わっしょ。すみません。ありがとうございます。なんかドキドキする。どうして。ドキドキしてますか。ドキドキ。い。や、ユうみさん。はい。ゆうさん。はい。初めましてですね。ラジオでは。あ、そうですね。はい。よろしくお願いします。お願いします。え、子供の国のおじさんです。はい。よろしくお願いします。はい。ということで。はい。どうしましょう。さあ。やっぱりインフォメーションが先じゃないですか。インフォメーションが。告知。そうそう。はい。はい。わかりました。 じゃあちょっと待ってくださいよ。すいません。段取りの悪さ。それではこのコーナー参りましょう。子供の国インフォメーション。売り百回。ありがとうございます。じゃあまずですね。あのちょっとあの告知をちょっとさせてください。えっとまあ今週末の情報ですけども、えっと今週末日曜日。 十一月十九日ですけれども、はい、あの第六回沖縄子供の国将棋大会が開催。いえいえいえい将棋大会、将棋大会。あの今将棋。 盛り上がってますよね。そうですね。あのその将棋大会、も子どもの国は第六回になるんですけども。はい,はい。やっぱり子どもたちがやっぱこういう一生懸命な姿を応援していこうということで、うんはい、えっと十一月十九日日曜日、今週ですね。今週です。はい。開催になります。えっと、はい、場所はあの動物センターというあの子どもの国のあの表の玄関じゃなくて裏側の東ゲートという玄関がありますけれども、はいはい、えー、そちらにあの隣接しているえっと動物センターというホールでえー行います。はい。で基本的にはえっともうちびっこから シルバーの方まで<お>女性の方まで<う>あのもう問わずお楽しみいただけるということで、はい、一応、ですねこの,あの各クラスに分かれてるんですよ、S,、はい <S, えっと、S 級が例えば3段以上とかですねもう本当にプロフェッショナルな方たちですね、うん、で A 級が初段から2段 B 級が1級から4級とかですね、はい、いろいろありましてそして、また女性の部また C 級が5級から9級 D 級が10級以下ということで、まあ、初心者の皆さんも、はい、あの安心して。 え楽しめる大会になってますですから本当に将棋わかんないとかですねあの将棋ちょっとやってみたいけどみたいな人も大歓迎という形なのであの基本的には日本将棋連盟の沖縄支部の皆さんが来ていただいてえとこのこと将棋大会開催になりますのであの本当に将棋にあの詳しい皆さんが会場にいらっしゃいますのでえぜひ遊びに来ていただければと思います。基本的にちょっとあのその大会の ちょっと受付時間がありましてうん、うん、ちょっとややこしいんですけども、はい、えっとシルバー60歳以上からあの S 級から A 級 B 級いわゆる1級以上の方ですね<ー>がえっと9時半から10時の受付になりますうん、うん、そして一方あの女性の部そして C 級 D 級あるいは5級以下、はい、また初心者の方はえっと12時からの受付12時から12時半からの受付になりますのでうん、うん、えこの辺りはちょっとお間違いのないように。 お願いします。はい、ということです。であの基本的に料金はえっと大人1000円、子供高校生以下が600円ということで、えっとこれは子どもの国の入場料を含んだ金額になってますので、はいえー、どうぞよろしくお願いします。はい。野球ぎ大会は11月19日から開催になりますので、はい、えー。どうぞよろしくお願いします。はい。はい。ということと、あと今あの現在募集中のものがありまして、はい、えっと三つあります。えっともう一つはですね、えっとキッズ ということで、えっと、今こどもの国で、えっと、タイ元文さんという動物写真家の方がいらっしゃるんですけども、はい、その写真家の,あの方の,あの写真展を開催をしております。と動物ということでいろいろな動物とまた子どもたちがあの触れ合ってる様子であったりとかそれはあのいう可愛らしい あの写真をですね今あのどもの国の園内あちこちに屋外にですねあの展示していますですので動物園散策しながらまたこの写真も楽しんでいただきながらという形になってるんですけどもあのそれにまつわる写真,あの写真講座が今度の,あの将棋大会と一緒の日ですけども11月19日に開催になりますえとこちらがあの1時から4時までということでえとこちらの無料でなんと えー、参加できる実際タイさんが、はいあのー、いらっしゃって、うん、タイさんがこの写真を撮り方を。 動物園での写真の撮り方を教えてくださるということではい、はい、一応、これ定員20名なんですけれども、うん、ですからすぐ埋まっちゃうと思うんですけれども、えっと、こちら参加希望の方は一応事前予約という形になってますので、はい、えっと子どもの国まで、えー、お問い合わせいただければと思います。まえっとここのののキッズ、えー、動物園での写真の撮りり方講座は、えっと、11月19日、えー、1時からになりますととということと そしてあと、あのー、クリスマスの,あのパフォーマンススクールということで、えっと、子供たち今小学生以上の子どもたちを募集してます、はい、このパフォーマンススクールっていうのが、うん、あの大道芸を中心としたいろいろなパフォーマンス、はい、いわゆる自己表現ですねうん、うん、を、あのー、楽しく大道芸人の方に教わりながら、はい、ちょっと一芸を磨いてみようぜ的な。 スクールになってます大道芸人ゴーちゃんさんが、うん、手取り足取り教えてくれるということで、えっと、こちらも、えっと、手に少ないんですけども10名の子どもたちを今このパフォーマンススクールということで募集をしていて、うん、えっと11月20日からですね、はい、えっと集中的に計6回開催になってそしてあの最後ですねこの11月12月2日というのが、はい、子どもの国の点灯式を開催するんですうんこの点灯式でこのステージで 実際その成果を発表するというような形なのでえっとぜひこのパフォーマンススクールも興味がある方えーぜひ。 お申し込みいいただければと思います、はい、一応参加費が3000円とあるんですけれども、一応こちら年間パスポートとかもついてますので、えー、ぜひこのもの国を、えー、まあ子どもたちが定期的に通って、まあ、こういったあの自己実現とか、自己研鑽とかということをやっていこうということの取り組みの一つですので、うん、えこのグリーンパスパフォーマンススクールも、えー、ぜひこちらも事前予約となっておりますので、はい、気になる方はお問い合わせをください。 でこちらあの来週の土曜日になるんですけども11月25日こちらのキッズライダー選手権ということで、えっと、ちっちゃいあの足こぎ,足こぎ違うやペダルがない自転車の、えっと、レースということでキッズライダー選手権ということで、はい、こちら子どもあの昨年に続き第2回になります。 えこちらも、えっと、今11月25日の1時から開催なんですけども、うん、今あの3歳児クラス、はい、4歳児クラス56歳児クラスということで、えっと、合計3コースですね、はいえー、募集を定員40名ということでそれぞれのコースやっておりますので、えー、こちらもぜひ、えー、ちびっこから参加できる、えー、キッズライダー、まあ、最近ずいぶん涼しくなってきたのでぜひ子どもの国のえみと緑の広場で、えー、一緒に。 楽しんでいただければというふうに思います。こちらも募集中となっておりますので、えっと子どもの国までお問い合わせくださいっいうことです。まあ以上告知でしたが、小出さんが置物みたいになってますけど大丈夫ですか？なんか喋っても大丈夫ですか？なんか喋っても大丈夫ですか？大丈夫ですか？はいありがとうございます。はい以上告知はこんな感じです。はいありがとうございます。でも結構やっぱ子どもの国はイベントも多いので。ありがとうございます。 毎日が楽しいですよね。そう、なん何かしらしてるので。何かしら。もし何かしらしてなくても、その辺にいるスタッフですね。捕まえてちょっといろいろお話ししていただければ。なるほど。あのいろいろな情報とかもありますので、はい、ぜひ。はい。スタッフもお待ちしておりますので、はい、楽しんでいただければと思います。キッズライダーも去年に引き続き、今年もはい参加が多くなると思いますので。ありがとうございます。あの FM 小座さんもこれ来てくださるんですね。そうなんですよ。はい。 生中継の方しますので、はい、はい。これ生中継のあれは、レポーター私がやります。ありがとうございます。素晴らしい、ありがとうございます。<laughs> <laughs> はい、あのぜひあの、はい、FM 小沢さんも生中継が入るということなので、こちらキッズライダー選手権もよろしくお願いします。はい,はい。はい。さあ以上、以上が、はい。インフォメーション、はい、以上でした。はい。のコーでした。はい、まず CM その1。 はい、お入りましょうねそれでは CM ですどうぞ。 やっぱり花を飾ってくれるよ。さあさあ、新聞開けましたよ、牧野ボヤさあ、時刻は十一時十一分を回りました。お届けしているは、番組は。ズーズーワンダーランドでございます。ありがとうございます。今日うまく言えましたよ。いつもですね、ズーズーワンダーランドって言って。小屋さんに。違うって。これはなんすか。一押し開けないって言われてなんですよ。 これはあの山内の院で。<laughs> ううなんかちょっと、うんっ本、本当にこれ突っ込んでいいんだろうか、どうしようかって思ってる。にもう全然突っ込んでください。ね、これからは正したいと思います。<laughs> お願いします。はい。じゃあ、早速いいですか。はい。あのー、もう動物園の最近の。ちょっと情報として。はい。あのー。セラム。白いライオンのセラムが。はいはい、あの、去った火曜日に。 無事1歳になりましておめでとう。でそのもう1歳の誕生日の14日っていうのが実はうち休園日に当たってまして火曜日ですね。そうそうだからお祝いができないっていうことでえっと前倒しで11日の土曜日にお誕生会したんですよ。はいは11月11日11時。はい。111111こだわってやったんですけどでまあ沖縄って1歳の誕生日って 大きくやるじゃないですかそうです、ね、この子のなんか将来を占うとかでさすがにセラムにそろばんとかあげたら絶対やられるなと思ったのでもういっぱいいっぱい考えてこの大好きなお肉を使ってかたどったものを作ったんですけど、はい、結構こだわってましたからねそうそうそうあの、うん、一つは何でしたっけ筆,筆 筆マイクちょっとびっくりしたマイクマイクがまああのその人気者になるみたいな形でスタートスタートですねマイクをかたどったお肉とステーキままですねそのままのステーキって言ってますけどお肉ですね肉を寄せ集めてステーキに見せていくそれでやってそれだったらなんかもうあの元気元気元気ものみたいな感じの もので最後にそのメスライオンをかたどったものを上手でしたねちょっと不安だったんですけど全然大丈夫でやっぱり発想が年取ったら硬いからただの心配になるんでしょうけどそのメスライオンだったら将来子宝に恵まれるみたいなのを願ってその3つを並べて「はいどうぞ」ってセラムにやったら見事。 メスライオンのメスライオンきましたね。マッシュグラニきました。マッシュグ早かったですもんね。早かったです。でメスライオン撮りましたとか言ってるときに、もうすでに振り返ったらもう全部なくなっちゃった。食べるの早って。まあそんな感じでまあセラムのその小屋の前でやったのであまり広くはないんですけど、とってもたくさんの方いらっしゃってもらって。そうですね。 本当にねさんもいらっっしゃてすさりげなく後ろにいてびっくりしたんすこんにちは」とか言って「<laughs> 取材来ました」とかって言いましたからね <laughs> そうそうでもあの,あの時にも紹介はしたんですけど、はい、沖縄に来たのが、えー、っと今年の3月 2> うん、うん、で2 0キロぐらいだったんですよ、はい、そしてこの間まあ,あの無理に測れなかったらいいよって言ったんだけど担当の人が頑張って。 体重どうにか測ったらしいんですけど、うんうん、92キロあったみたいで、92、はい、すごいですねも。もう100キロ近いですよね。よ、4倍以上。そう。すごいですね。すごい。ライオン、まあ猫かじゃないですか。うんうん、えっと、やっぱ一気にこうやって大きくはなるんですか。あの今成長期だと思うんですよ。ああ、なるほど。うんうん、だから本当にみるみる大きくなって、でもう完全に大人になるのが3歳ぐらいまではかかるので、そこまではしっかり大きくなっていくと思うんですけど。うんうんうん 大人のライオンとか200キロとかマジっすか200キロセラムまだまだ子供はいちなみに隣のアルーシャって何キロあるんですかアルーシャは測ったことはないけど100200近くはあったと思いますああじゃあやっぱりセラムもじゃあと2倍ぐらいにはなるってことなんですねでっかアルーシャ面白かったですよちょっとチラチラ見てたんですけどゆっくり寝てたんですよ始まる前はでも このみんながやっぱ集まってきてガヤゲしてるじゃないですか、下もじゃあ、これからセラムの誕生会始まりますって言ったらこのマイクの音にびっくりしてずっと固まってたんですよ。っていう感じで <laughs> 一応、アルーシャ結構マイペースでそば、うん、で何かしてても勝手にやっとけばみたいな感じ寝で寝てたりとかするんですけど <laughs> あの日は確かにお客さん いいっぱいしてたからんでなんか拍手とか声援とかもあるから何じゃな顔<ん>してましたねあったかもしれないんですけど可愛か,かった。ね本当セラムがまたこのなんていうんですかねちっちゃい時からも人にも人が育てたのではい、はい、お母さんがちょっと育児が苦手でなのですごく人懐っこくってそういう今何をするべきかみたいなのか分かってるのかなう思っていうぐらい進行がでで、ね、スムーズにできるんですよ。だって写真 このカメラマンさんが来た時も自ら進んでフェンスの前まで来てたじゃないですかちょっと持ってるよこいつって言うなんかなんだろうこの空気を読めるのと思ったらちょっと見習わないといけないなって本当に思うぐらいにでその日最後にいつもライオンたちって馬肉とかケイトとかっていうのをメインであげてるんですけど今回誕生日っていうことで。 ちょっとスーパー行って牛肉買ってきていわゆるステーキですよ本物のそれあげたんですけどまあ反応しもっとなんかペロンって食べてペロってでもやってくれるのをちょっと期待してたんですけどなんか「かんでかんで何これ」みたいな感じで初めて,て食べてるみたいな感覚でしたかね。 お前空気読めよって、思ったんですけど、でも一応全部食べてくれて。なんとかですね。はい。まあでも動物たちが相手なので、こっちの思い通りに動かないのは、まあ、当たり前、まあ、当たり前なんですけど。でもこの肉を、だからこのステーキを三つ下げて、いわゆるあの、なんていうんですか。あの魚釣りみたい、で、まあ、詳しい人もいらっしゃってたので、と子どもたちでこの魚釣りみたいにして、こう。 ね、セラムがピョンピョン跳ねたりとか生きうう、うん、のいいことをして盛り上がって「<laughs> ドーン終わりありがとう!」っていうのを想像し,たんよろしくねっていう感じで、はい、まあ動かない <laughs> 警戒してましたもんね本当にぬり <laughs> みたいな感じで,であ,あれああれでめっちゃ面白いなと個人的に思ってたんですけど <laughs>、はい、でもなんかそのまあそういうお祝いもしたんですけど、まあ、それ以外もう別に何もしてない時でもうん、うん、セラムの起源さえあえば、はい 全然お客さんにも寄ってくるので、寄ってきますね。それはもう結構本当に仕事してるな、すごいですね。人懐っこいっていいですね。またまた来年も大きくなってると思うんですけど。そうですね。もう日に日に成長期だったら余計大きくなっていくのもまた来年も誕生日しないといけないオスですよね。はい。縦髪もうこれから入ってくるんですか。少しだけ今少しだけだだけだけどだけだけどだけだけど。 少し伸びてます、<ー>これ1年後はもう、いや、完全にぼわって、なんだか、威風があるっていうのはもう、多分やっぱ3歳ぐらいじゃないかな<ー>でもホワイトライン、やっぱり、もっさーして、あのーまあ、昨今、あの木下大佐赤さんが来てますけど、やっぱあのホワイトラインを押す、うんうん、見ると、かっこいいですよあんななるんですよね、きっと。 <laughs> <laughs> なるって断言しないところがちょっとで <laughs> っとまあでもただ木下大サーカスさんのはやっぱりあのものすごい白いじゃないですか <laughs> はいあんな感じではないですよねきっとうちのセラもちょっとあの一応飼育担当者はやっぱり白いのにっていうのが聞こえてきたらちょっと気になるみたいでうんうんセラもさえあの普通ライオンって水嫌うんですけど <laughs> はい セラム結構水、好きででそうなんですか自分からお風呂入るんですねま,あお風呂まではじゃあシャワーぐらいなんですけどねうん、うん、それで行ってであと、またあの動物たちって毛がしょっちゅうか入れ替わるのでセラムもある程度、また汚れた頃に毛がわりする時期が来たりするとまた白くなったりうん、うん、でもそばにアルシャがいるからやっぱり白いなっていうのは確かに汚れてても分かるかなと思うんですけど。うんうん、すごい さあさあツイキャスの方も。はい。たくさん来てますね。ありがとうございます。あ、ルドル。ルドルフさん。はい。ありがとうございます。いつもありがとうございます。そうですね。ありがとうございます。はい、さあこのちわん。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 終わり食いの。大喜見さん。はい。おなかさん。ゆみさん。今日も楽しく。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。楽しくやってますよ。楽しさど真ん中でございます。本当です。はい。 あや、二五二五四三。はい。二五二五四三かな。二五二五四。え、セルフ B. G. M. で。確かに。さあさあ、お、ジェイコブさん。ジェイコブさんですね。こんにちは。こんにちは。あ、ジェイコブさんでも、あの、これ質問来てますね。あの、そのライオン。はい。あの、さっき体重セラム言ったじゃないですか。あれ、どんなって測ったんですか。えっとね、体重計を。 セラムがいないときに設置してセラムを開けて開けて扉を開けてセラムを出して人間と一緒に入っていないです。あ、じゃ血だらけになりながら測ったわけでもないですね。やいやもう絶対そんな <laughs> そんなことしたらやらないでいいです、ね。怖い怖い。さあルドルフさんからも来てますよ。うん、セラムくんのお嫁さん。お嫁さん。来るんでしょうか。<laughs> 今マルフ。 募募集中は募集中中、はい、全国にセラムの嫁になりたいのがいそうだったら情報ください。うん、これは同じホワイトライオン、ホワイトライオンどうして、まあ、あのぜひ、あのぜひお嫁さんについて、はい、あの来てほしいなということであの僕らもいろいろアプローチをしていきたいというふうに思いますねどうしよう、共済だったら<へ> <laughs> 優しいお嫁さんが欲しいんですけど。<laughs> あ ね、世の中、共産かどっちかと共済に向いてるじゃないですか、ね。そうですね。動物の世界もだんだんそうなっていくんじゃないかと心配なんですね。なるほど。怖いですね。うん、もう男は肩身が狭くて。ちなみにでも動物の世界はどんな感じなんですか。うん、あのー、この間ちょっとライオンのメスのリンゴがなくなったんですけど。はいはい、リンゴが若い時は、その雄と一緒にすると。初代のキングっていう子がいたんですけど。うん、キングは。私、今でも。 世界で一番かっこいいオスはキングだと思ってます<ー>あでも他の動物でも結構キングっていうライオンいっぱいあ, <laughs>、うん、あのキングっていうのはもうライオンっぽい名前なのでいろいろいるんですけど、うん、うちにいた子はすごく優しくて、うん、そのリンゴと一緒にしてリンゴがちょっとあの若さゆえなん,なんていうの積極的な感じでかんだりしよったんですよ。はいはい、でもキングはもう全然それに耐えて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 、えー、リンゴと一緒に暮らしてたんだけど。 あのキングが亡くなって2代目が来た時にその2代目も若いから何、うん、て言うんですか活発なんですねでリンゴと一緒にしようとしたらもうお互いがみたいな、うん、でも見合い見合いって言ってあのちょっと柵越しにお互いのを認識させて同居させるんですけどライオンって普通プライドって言って群れで生活する動物だから、はい、結構オスメスって一緒になるのが 比較的簡単かなっていうイメージがあったんですけどもうリンゴとこの大っていう2代目だったんですけどはい、はい、あのペアの時は扉開けた瞬間リンゴがバッてマジっすか <laughs> バッて <laughs> バッてで <laughs> 本当にで「<laughs> はぁ!」って閉めるっていうなるほど沸かしたっていうぐらいにそれぐらいもあの同居が難しくて結構面白いこれって例えば子供の国に行った 際にはこの飼育さんとかに、はいうん、あのこういったお話とかも聞けるんですか。はい、あの声かけてもらったら全然。ただその時に何かがバタバタしているとかいう時にごめんねとかって言われる時もあるかもしれませんけど、あの全然声かけてもらうことの方があの私たちも話しやすいし、そうですよね。逆にねもしかして声かけた人が興味ないお客さんだったら迷惑。<laughs> だから私たちも逆に興味ないのにべらべら喋りでやがって、だからあのなんか知りたいことがあったら逆に聞いてもらいたいなと思います,、うん、すね。はい、はい、皆さんぜひぜひ声かけて、はい、この子どもの国のことをもっと知ってみてください。はい。はい、さてさてそろそろエンディングの時間が迫ってきました。<おー> <laughs> ほとんどセラムラの人が、はい、<laughs> え皆さん最後までお聞きいただきありがとうございます。はいはい、ありがとうございました。はいこの後の番組はククスタでございます。引き続き。 七六一メガヘルツでお楽しみください。ここまでのお相手は F.M. 小沢由美と子どもの国の大木とはい、お長でした。あ、はいありがとうございます。あり,ますありがとうございました。また来週。来週ありがとうございます。